ラんぼのように揺れたところだけを取るチェリーピッキングとは、数多くの事例の中から、自らの論証に有利な事例のみを並べ立てることで、命題を論証しようとする論理上の語尾、あるいは、記弁術のことである。チェリーピッキングの語尾は、ラんぼの熟した果実を熟していないものから、選別することである。転じて、美味しいところだけを取る、つまみ食いの意味で使用される。 チェリーピッキングは大規模な母集団から収益性の高い顧客のみを選ぶビジネス戦略を指すこともある。例えば健康保険会社は健康な人に保険を売り不健康な人や不健康になりそうな人に保険を売ることを拒否するチェリーピッキングを行うことで収益性の高い顧客を選択できる。もし自動車保険会社が チェリーピッキングにより有料運転者のみ保険を売ることになれば、すべての運転手に保険を売っている会社よりも収益上優位に立てる。自動車保険会社がチェリーピッキングを行い有料運転者のみに保険を売り、列島運転者が無保険になるという事態が起こらないよう、アメリカ合衆国の多くの州ではリスク割り当てを行い、 自動車保険会社がある程度の数の列島運転者にも保険を提供するよう求めている。生物学では免疫組織化学染色などでは何度か実験を行ったうちの一番結果の良いもの、部分を選択し論文にする場合がある。ただし、それのみで十分な結果とすることはほとんどなく、通常は同じ結論を示す別の実験を行い、 結果が一致していることを確認するのが一般的である。Git のようなバージョン管理システムにおいて、あるコミットで行われた変更を別な箇所につまみ食い的に適用する操作がチェリーピックと呼ばれる。バスケットボールやサッカー等の得点性スポーツにおいて、ゴールのすぐ手前で待機して、得点を狙い、美味しいところだけを持っていこうとする者は俗に、 チェリーピッカーと呼ばれる。またボクシング等のプロ格闘技において、有名な王者や実力を認められた選手ではなく、無名な選手や、実力の劣る選手とばかり対戦して良いキャリアを築こうとする行為も俗に、チェリーピッキングと呼ばれる。ありがとうございます。